お疲れ様でございます。7月1日のボーナスタイムで、ちょっといいやつが出てきました。ポイント活動、モッピーですけども、クランクインビデオっていうね、動画サイトがあるんですよ。これ、クランクインビデオっていうふうに上の検索窓で打ってくださいで。そうするとね、こちらのアイコンが出てきて、今13 3、133%還元で出てるでしょう。クランクインビデオのこの動画サイトの有料コースで1650円のやつがあるんですけども、 これに入ると2000ポイントモッピーから付与されるんですね。で、さらに1650円払って、このクランクインビデオに登録すると、えっ、ー、と、4500円分のポイントがもらえるところから、このクランクインビデオがスタートしますんで、4500円分の動画がまあ見れるってことなんでしょうね、これね。 私もこれから実際使ってみるんで、詳しくはわかりませんけども、まあ、あの、毎月毎月3000ポイントぐらいが付与されて、で、その3000ポイントの間で、えーまあ、動画の視聴ができるってことなんで、この3000ポイントがでどのぐらいのインパクトなのかなと思うわけですけども、まあ、多分ね、1ヶ月で10本20本ぐらい映画とかアニメとか見れるぐらいのインパクトにはなると思うんですよ。まあ、どちらにしてもこれは試してみないとわからないところではあるんですけども、とりあえずね、 1>, 1ヶ月で1650円でしょで、モッピーから2000もらえるわけなんで、プラスにはなるんですよ。うん、350円浮くんですよね。まあそういったこともあるんで、とりあえず登録してみたらどうかなというところでございます。しかもこのモッピーのね、反映がすごく早い。10分ぐらいでこのようなメールが来るんですよ。10分後に2000ポイントは反映されますんで、だからね、私がこのクランクインビデオを見る前に、もうすでに、獲得しましたとメッセージが来るんで、 このクランクインビデオの内容のね、確認する暇がないぐらいの速さなんですよ。まあ、だからといってね、この2000ポイントをもらった瞬間にクランクインビデオを解約しないでくださいね。まあ、1ヶ月前後、まあ、2ヶ月目に1650円がまた課金されちゃいけないので、まあ、20日間、3週間ぐらいはちょっとね、うん、まあ、見て、会員のまんまで退会しないようにした方がいいんじゃないかなと思います。1ヶ月以内に解約するのは全然おかしいことではありませんから、まあ、とりあえずね、 3000ポイントとかもらえるんで4500ポイントか4500ポイントのうちの半分ぐらいは映画見い,いのに使ってみたらどうかなと思いますねはいしかもねあのー、今回注意点があるんですけどもあのパソコンでモッピーでクランクインビデオじゃなくって必ずスマホからモッピーを開いてアプリ開いてクランクインビデオで検索して会員登録してください会員登録の方むちゃくちゃ簡単ですからね私がやったのはねえっ、ー、と メールアドレス、そしてパスワード、この2つを設定した後で、生年月日を打って、あとはね、あの、まあ、私スマホ、ソフトバンク使ってるんですけども、ソフトバンクのまとめて支払いの設定ボタンを1回押しただけなんですよ。そうすると、個人情報の入力っていらないじゃないですか。だからむちゃくちゃ簡単でしたね。すぐに、これ、モッピーのアプリからクランクインビデオ ログインして、で、契約して、10分後には2000ポイントもらえたってことなんで、今、2000ポイントをゲットした状態ですね。まあ、ビデオはね、いつ見るのか分かりませんけども <laughs>、とりあえずね、あの、なんか気になるものがあるかなと思って探しつつ見ておきたいかなっていうところですね。まあ、あの、ットフリックスもあるんで、2つも動画サイトいらないんですけどね。うん、まあでも、 クランクインビデオにしか反映されてないビデオがあるかもしれないんで、ちょっと軽くザザザーと見てみようかと思います。はい、ということで7月1日は、まあすごく簡単に2000ポイント。まあ実質は350ポイントのプラスなんですけども、うん、まあこれ、悪くないんじゃないかなと思います。まあ通常こういうのってね、1ヶ月目は無料ですよってことになるんで、2000ポイントがまるプラスだったりするんですけども、今回のは初月から1650円課金されますんで、 まあそれはね、ご容赦くださいということでございます。まあ、しかし、損はないですから、まあやってみてください。それは。